寄宿学校か。僕が行くしかないようだな。直ちに準備を。ウエストン校から生徒が戻らない原因を調査せよ。女王の番犬に与える任務にしてはいささか不釣り合いな気がしますが、さてはて、女王陛下にはどんな思惑があるのやら。かくして坊ちゃんは自ら俗世から隔絶された寄宿学校へ潜入することとなったのです。事件の核心に迫る方法は一つ、学園の特権階級プリフェクト4に取り入るしかない。なるほど。しかしどうやって？うってつけなことに、ここに汚れ物が散乱し散らかりきった食堂がある。つまりセバスチャン、命令だ。僕の代わりに全ての雑用をこなし、僕を有能なファックにしてみせろ。イエスマイロード。その命令、ファントムハイブ家の執事として完璧にこなしてみせましょう。遅刻するとはどういうことだ、ワンダマイメン。え、2時間？僕は4時と伺って。え、僕ちゃんと伝えましたよ、2時にって。僕のせいにするなんてひどい。遅刻の責任を他人のせいにするとは見苦しいぞシエル。エドワード、お前は俺のみならず先輩方の期待をも裏切った。その上言い訳をするとは失望したぞ。そうですね、がっかりです。あ、皆さん、彼のことを待ちくたびれてお腹が空いちゃいましたよね。そんなこともあろうかと思って、僕レモンマートルのスフレグラスを用意しました。皆さんで食べませんか？さすが気が利くな、モーリス。いやですね、これくらいファックとして当然です。まったく、同じブルーハウス寮生として恥ずかしい。行きましょう、ブルーア先輩。やられた。これだから口約束は嫌なんだ。正面でよこせ。おやおや、坊ちゃん、相手が学生と思って油断なさいましたね。僕に労力の無駄遣いをさせたことを後悔させてやるからな、モーリス・コール。奴を失脚させ、そのポジションに僕が収まってやる。復讐だけでなくちゃっかり成り上がることも忘れない。それでこそ我が主、考えることが汚い。うるさい。もう少しモーリスの動きが知りたい。レッドハウスの中に一人動かせる駒がいるな。デリックがいた寮でもあるし。しかし、また力づくで欠員を作るのはおすすめできかねます。さすがにこう頻繁では。分かってる。特別高貴な者が所属するスカーレットフォックス寮に必ず配属される身分と財力。さらに欠員がなくても特例で入学が許されるお方といえば。が食べたいぞ。食後にはチャイを持って。はシエルから俺に頼み事なんて。ああ、そうだよな、俺たちは親友だからな。ソーマ様はレッドハウス内でのモーリスさんを観察し、私どもに教えていただけませんか？どんな些細なことでもいい、ただし内緒でな。わかった、内緒だな。これはご存知でしょう、あなたが取り巻きに仕事を依頼する時のカードです。これはデータのまとめを依頼したもの。これはアイロンがけ。これは靴磨き。これはレッドハウスの料理番に軽食を頼んだものだ。あいつら必ず処分しろってあれほど。ちゃんと処分されてましたよ。本当に大変だったんですから。お前には失望した。コール、お前との兄弟関係を解消する。お前の勇気ある行動に敬意を表し、お前にファックのちぎりを申し込む。僕と共に互いに高め合おう、シエル、ファントムハイブ。クレイトン先輩、
僕でよければ慎んでお受けいたします。パープルハウスにも友達がいるので戦いづらいなって。へえ、うちの寮に。ダチの名前はデリック・アーデンと言うんですけど。デリックの名前を出した瞬間、 P4 は明らかに動揺した。だがファックたちは気にしていない。もう少し続いてみるか。今までの調査の結果を鑑みるに、デリック様をはじめ行方不明になった生徒たちはもはやこの学園にはいないと考えていいでしょう。ああ、良くて逃亡、悪くて死亡。おそらく彼らの行方を知るのはプリフェクトたちと校長のみ。 P4 が何かを隠しているのは間違いないが、裏で全てを操っているのは校長に他ならない。ではどうします。何とかして校長に対面する方法を考えるべきだが、どんな人物かもわからないのではお前に探させる。おい、アシエル、ナナ、一緒にクリケットやらないか。僕たち6月4日のクリケット大会に向けて練習をしてるんだ。悪いが僕らは忙しい、他を当たってくれ。おいおい、つれないこと言うな。今から練習して技を磨いておけば寮の選抜選手に選ばれるかもしれんぞ。多忙な校長だけど6月4日だけは絶対に大会を見に来るんだって。それで毎年一人だけ大会で活躍した選手を校長先生主催の真夜中のお茶会に招待するそうだよ。ファントムハイブ君、各寮代表選手の入場です。君にこれを。これは、君は今年最も真摯にふさわしいプレーをした選手として校長先生に選ばれた。君を真夜中のお茶会に招待する。 ありがとうございます。やったぞ、ついに校長に対面する権利を手に入れた。ええ、消えた生徒の行方、校長の正体、真相まであと一歩です。全ての謎を真夜中のお茶会で暴いてやる。では今年も伝統を守り無事に6月4日を終えられたことに、ウエストン校に乾杯。待ってください、このままでは僕は乾杯できない。どうした。気になることがあるんです。デリック・アーデンとその友人たちのことです。彼らに会えるまで僕は乾杯できません。シエル、校長先生、僕の話を聞いていただけますか。ファントムハイブ無礼だぞ。無礼は承知です。しかし校則第15条にはこうあります。いかなる時も学友に心を配り愛を持ってそれを助けること と。それはデリック・アーデン、リチャード・グリーソン、ハンス・ハーディ、ロバート・アイザック、ウェイン・シューリス、彼らは1年ほど前から一度も実家に帰らず寮に引きこもっていると聞きました。僕は入学する際一度帰宅するよう説得してほしいと彼らの親御さんに頼まれていたんです。ほう。しかし彼らに会おうとすればするほど奇妙なことばかり、一目見ることもかなわない。全生徒が参加するクリケット大会にも彼らの姿はなかった。一日が厳しく管理された寄宿学校から5人もの生徒が姿を消した。これは明らかに異常事態だ。今日は特別に彼らもこのお茶会に招待しています。ほら。いやあ、紅茶のいい香りだ。デリック・アーデン、無事だったのか。なら、なぜ今まで雲隠れを。
なんだよ、普通にいるじゃねえか。待てよ、本当にお前は。いや、紅茶のいい香りだ。アーデン、貴様何をしている。この頭の傷は動画客船で見た動く死体と同じ。デリック様のお姿を見て、ようやく全ての点が線につながりました。豪華客船カンパニア号を襲った未曾有の海難事故、貨物室に持ち込まれた棺から蘇った生体兵器とも呼べる動く死体、人間には持ち得ぬ技術で死者を蘇らせることができる人物を私たちは一人だけ知っている。ねえ、お互い教師ごっこはもうおしまいにしませんか。この仕事も結構気に入ってたんだけどね。特等席で見る君たちのクリケット大会は実に愉快で、小生に極上の笑いを提供してくれたよ。アンダーテイカー、久しぶりだね、伯爵。それから執事君、葬儀をお見せじまいしてどこへ消えたかと思えば、まさか教師に転職なさっていたとは。臨時講師だけどね。やれやれ、家で調査がとんでもないことになりましたね。アンダーテイカー、まさか動く死体を作り出すために生きた人間に手をかけたのか。まさか、小生はただ救いを求めてきた彼らに少しだけ手を貸してあげただけさ。ねえ、彼らが一体…こいつはデリック・アーデンはこの学園にはあってはならないものだった。では、まさか…だから俺たちは一年前のあの日デリックを殺した。デリックは俺のファックだった。地元クリケットチームのキャプテン。レポートは常に高評価。職人のような刺繍の腕前。詩のセンスも天才的。公爵家の血統、快活な性格、あふれる才能。日の打ちどころのない俺の素晴らしいファックだった。そこで何をしてる。それが光を取り上げられたの意味だった。ウェストン湖、それは英国一の名門寄宿学校、セントジョージに見守られた聖なる学び屋。デリック・アーデンの実績は全て偽物。クリケットも刺繍もレポートも試作も他人の才能を奪い自らを輝かしていた。奴が死の意味を解読できなかった時、すぐに気づくべきだった。アガレス副校長。デリック・アーデン、夜間外出につき罰則、死の書き取りを命じる。はい、申し訳ありませんでした。夜間外出。副校長、彼はいじめを行っていたんです。副校長の私に意見だと。いえ、そんなつもりは。その手に持った酒の瓶は何か。その銘柄、無断外出の生徒が持ち帰った。そんな。光の影、その暗さ、黒さ、どこまでも黒く濃い影。光強ければ強いほど黒く黒く。ああ、気がうめえ。来年は俺がプリーフェクトか。シャバー。緑の絨毯。
歩けるわ。オンリープリフェクト。お前ら全てはデッドアルウェスト子のために。ゼバちゃん、奴を捕らえろ。イエス、マイロード。見てみたくないかい、死が終わりでない世界。見てみたくないかい、定められた終わりの先。このまま改良を加え続けていけば完成する、限りなく人間に近い動く死体が。死が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 、残すものは終わりがある。終わりがなくてはつまらない。終わりがなければ面白い物語には、人には人は終わりがなるから。あなたとは本当に気が合いませんね。またね。僕は学友も平穏な生活も何もいらない。僕が欲しいのは復讐を果たしたという達成感だけだ。存じております。だからその願いを果たすまでお前だけは僕を裏切るな。僕に嘘をつくな。絶対に。イエスマイロード。主人の命令とあらば地獄の果てまでお供しましょう。私はあくまで執事ですから。